私たちは全員どなたでもいつからでも浦の出身者になれるんですね。こんなことが基準だとすれば、私たちは全員どなたでも浦の出身者と見なされる可能性があるということです。いや、そうやないです。僕らの話は家系図が先祖代々、江戸時代は武士の出身者、そんな人がおられたとしましょう。あ、そうですか。でもね、例えばこの京都へ引っ越しをされる、その時京都の童話地区のど真ん中に引っ越しされてごらんなさい。ものの40、50年そこです。子供が生まれる、孫も儲ける、親子、孫、三代も童話地区のど真ん中に住んだら、もう世間は間違いなくあなたを部落出身者だというふうに見なし始めていきますよ。この奥田仁近畿大学教授なんですけどもね、最近どうも怒り狂ってるみたいな話を聞くんですね。なんでかっていうと、その最近童話地区のね、名前出すのは全部差別みたいな話になったんで、例えば研究者としてね、こう童話地区を特定した実態調査とかそういうのをやろうとしてもね、役所に断られてしまうと、相手にしてくれないと、ビビってね、それで鳥取ループは悪いって言ってね、いろいろ本に書いてるみたいなんですけどね、まあそれはもう自業自得としか言いようがないですよ。もうその役所にね頼ってね、こう大学教授っていう権威を傘に研究していれば、まあそういうことになるわけですね。いざこの権力というものがね、この方針を変えてしまったら。で、奥田仁先生だけじゃなくてね、やっぱブラック問題関係の研究者、もう解放同盟べったりの研究者でさえもね、やっぱしもう今はそういう童話地区の調査がやりにくいと、で論文とかね、本にもブラックの地名が書きにくくなってると、もうそういうの書いてると、やっぱ役人がビビって相手してくれないと、役人が読んでくれない、役人がねそれに関してあれこれコメントできないわけですよ。やっぱ童話地区の地名書いてあるとね、だからすごくやりにくくてしょうがないということで、相当危機感を持たれてるそうなんですね。あとはやっぱりね、このご存知の通りコロナウイルスの影響で公演なんかも非常にやりにくくなってて、商売上がったりな状態なんですよね。でそういう方々に提案したいのは、まずね、いまだにね、この童話地区ってぶっちゃけ儲かるんですよ。大阪市のね、富士工務店ってあるんですけど、もう、なにわの部落にドカーンとね、でっかいビル建ってますね。上は住宅で、下が事務所になって、金ピカの富士工務店のロゴが出てますよね。この写真ご覧になっていただければいいんですけども。この会社、いや、まあ、あくまで噂というか、やっぱ、まあ、でも、まあ、ほとんど確実なんだけど、やっぱその童話地区の土地をどんどん買い漁ってね、それで相当儲かってる。なんでね、童話地区が儲かるかっていうと、その、童話地区の土地は、まあ、安いと、差別だって言って、この奥田仁教授が言ってるんだけど、確かにね、大阪とか、特に関西圏、まあ、他の地域なんかでもそうなんだけど、童話地区の土地がね、安い傾向にあるっていうのは、それは本当です。ただ、それは全部が全部じゃないですよ。やっぱりその地域の事情があって安くなってるわけで、でその地域の事情っていうのは、もうこれ、端的にはややこしいから買いたくないんですよ、不動産屋がね。地元でそういう変な団体なんかが、まあ、その、津市のね、相生町のああいう事件なんか見ても分かるけども、その童話地区に関わると、変なイチャモンつけられるっていうのがあって、ややこしいから買いたくないっていうのは、やっぱり一番大きいんですよね。でもこんなもう、ね、もう公然の話なんだけど、やっぱし大手の企業だとか、NHK とかね、もうその童話地区には集金に行かないとか、営業をなるべく回らないなんて、こんなもうほぼ公然のことなんですよ。それやっぱりややこしいからなんです、それを、ね、童話地区指定されたところが。まあ、多摩の部落なんかの辺は全然ちゃいますよ。あそこはそういう怪しげな団体もないですしね。だけどやっぱし大阪なんかだとそういうことがあって、やっぱ童話地区というものが避けられて、地価が低いっていうのはそうなんですよ。ただ差別じゃないんですよ、これは。嫌なんですよ。ややこしい団体がいるからね。ただ、だからこそ逆にチャンスがあるわけです。そんなしょうもないことで値段が下がってるんだったら、じゃあうちはね、そんなややこしい団体とか跳ねのけますよっていうことになると、たちまちこれはビジネスチャンスになるわけです。このだって大阪市内のね、童話地区なんて、もう駅の近くのね、
本当一等地みたいなところにあるのがあるんで、そういうところがまあややこしいからっていうことで値段が下がってたのをどんどん買い漁って、それで転売すればそれは儲かるに決まってますよ、うん、本来の値段より低く見られてたわけだから、そういうのを買ったらそれは儲かるに決まってるでしょうと。それで富士工務店は今大儲けしてるんです。だからその開放透明関係者の方々ね、なんか講演とかですね、あとはなんか役所に人権研修やらせて儲けようなんて、そんなせこいこと考えずに、これからはね、こう不動産業に手を出す、あるいは不動産屋さんと手を組むっていうのは、これは本気でありだと思います。まあ、大阪市内とかね、大阪府内もまあ大体もう富士工務店の縄張りになってるから、これからはやっぱ目をつけるとしたら京都とかね、あと奈良、あとはまあ福岡とかの大都市圏もそうだし、あといろいろ地方都市ですね、兵庫とか、滋賀とか、他にも部落多い場所ありますよね、そういう童話地区がある地方都市狙って、それでいかにももうややこしいっていうところ、そのいかにもややこしそうなところで、そういうところの土地を買ったらね、すごく儲かると思います。まあ思いつくだけでもね、あの三重の愛宕町なんかもそうですよ、あの辺の慶和地区なんかもそうだし、あとはね、僕これからね、伸びると思うのが、あの三郷町ですね、奈良の。あそこなんかすごいですよ。あれだけね、ややこしい土地って言われてるけど、もうすぐにね、電車でもう30分もかからないぐらいですか、30分ぐらいでもう大阪の南の方に出れますからね。だからああいうところを狙ってどんどん買っていけば、もうそれはもうバカみたいに儲かると思います。もう億単位で儲かると思いますね。だって人権研修だとかね、あの役所の講演なんかでじゃあいくらもらえますかと、どんな頑張ってあのぼったくってもせいぜい30万円がいいとこじゃないですか。今もっと低いですよね。10万円ももらえたらもう相当おの字っていうような状態ですよね。そんなことするんだったら不動産屋と組んで、でそれでもう童話地区の土地をどんどん買いまくると、うん、そしてね、まあ、ややしこしいやつが何くてつけてきたら、まあ、追い返すとね、その解放同盟の人脈を使ってて、ね、でたまにまあ、ね、よくも童話地区の土地を売ってくれたなみたいな、そういう客もねごく稀にあるみたいだけど、そんなもうそんな差別しとるやないかって言って、そういうやつらこそで、ね、追い返せばいいわけで、だからこれからのトレンドはね、僕はあの不動産屋と組んで一緒に儲けるっていうのがこれからのね、この童話団体のしのぎだと思うんですね、うん、だからやっぱね、違法なこととかね、人にね嫌な思いさせて儲けるっていうのは良くないと思うんですよ。一方でこの童話地区と土地を買うっていうのはね、この本来だったらややこしいからって言って買い控えたものをこうあえてですね、家中の栗を拾って、それで価値をつけて売るっていうことだから、これは大変真っ当なビジネスだし、もういろんな人が幸せになれると思うんですね。だからね、この今私がしてる話をね、まあ、冗談だと思って聞き流してるような人は、多分もうこの先やってないですね。この僕の今言ってるこの話を真面目に聞いて、それを実行する人っていうのはね、もう確実に大金持ちになれると思いますね。だから皆さんね、第2第3のね富士工務店を目指せばいいんじゃないかと思います。ということで今日はですね、童話地区は儲かるというお話をいたしました。